今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、今日は京都、立命館大学前の松屋に行ってまいりましたよ。店内ボタン朝食ですね。朝ごはんいろいろあります。ソーセージエッグ定食も、捨てがたいんですけど、今日はまあ卵かけご飯にしようか、と悩んでいるのですが、ソーセージも食べたい気もするけれども、でもやっぱり塩分も高いし、今日は、卵かけご飯にいたしましたよ。選べる牛小鉢はこれ普通やっぱりね、牛皿にしますよね。はい、お会計でございます。 QR コード決済してるんだな。さあ、そして、ライス大盛り、大盛りが無料だったんですよね。これで、290円と、店内はこんな感じでございますよ。なんか、番号待ち出ております。番号呼ばれて取りに行きました。卵かけご飯大盛り牛皿のミニでございます。大盛りにするとやっぱりご飯大きいなこれ。さあ、まずはご飯の出来を、いただきます。結構炊きたてでございましたよ。なかなか良い感じでございます。まずは牛肉だけ、いかへんの牛肉だ、あ、いかへんのか、卵いくんですか。あ、そうかそうか、すき焼き風にしようと思って、あれですね、そうそうそう、肉が少ないからもう初めから温度卵で参ります。いわゆるこれすき焼き食いですね。まあなんか卵上にかけるのもいいんですけど、白ご飯を今日は味わいたいっていう、まあ大盛りなんでね、味わいたいという感じですね。味噌汁は、きつね丼に、前ね、きつねがいっぱいあった時はきつね丼にしてみたんですけども、きつね丼にするほどあらへんかったので、そのままいただいております。七味かけてるな、七味かけるとこかけてるとこ取ってないですね。牛肉をそのままで食べてみたりとか、しております。で、大盛りやっぱりちょっと多いな、結構朝から思いつつ、いやね、あんまり食べ過ぎたらあかんなと思いつつですね、でも結局これぐらい食べてまうんですよね。ちょっとあれですよ、米の配分を考えないといけません。しっかりと卵につけまして、これもうすき焼きなんよな。で、結局足らなくなって、肉のね配合が足らなくなって、紅生姜でいただくことにしております。紅生姜もね、あんまり食べると塩分取りすぎですよ、気をつけないと。というところで、こんな少し少量の紅生姜で、ご飯をいっぱい食べようという、あと味噌汁につけてますね。この糸は、牛汁みたいになるんですよね。なんていうんだろう、豚汁じゃなくて、ということで、ごちそうさまでございました。すき屋さんで、すき屋さんじゃ、松屋さんでございました。松屋さんちょっと遠いんですよね。でもこの立命館のところは、駐車場があるので車で行けるのがいいところでございます。はい、というところで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しといてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。